東海三県で受賞したのは、愛知県が40人、岐阜県が16人と一つの団体、三重県が11人と一つの団体です。このうち、岐阜県関市の深川誠さんは、大寿法省に選ばれました。深川さんは50年以上にわたり、ハサミなどの刃物の製造に携わってきたほか、業界内でもいち早く、 切れ味の悪くなった刃物を長持ちさせる研ぎ直しに取り組み、その普及に取り組んできました。刃物というものを大切にしてほしい。で、メンテナンスすれば長く使えるものですから、研ぎ直すということで皆さんに貢献できればなと思っております。 なお三重県では県内に本席があるパリオリンピックレスリング女子で金メダルを獲得した藤波かりさんらが支持褒章を受賞しています。